フィルス国線、フィルス国線、ドイツ語、フィルシュタル版は、バーデンイコール、ビュルテンベルク州の、シュトットガルト中央駅とビュルム中央駅を結ぶ、幹線鉄道路線である。この路線は、伝統的に、ビュルテンベルク東部鉄道あるいはフィルス線と呼ばれている。この路線は、プロヒンゲン、ガイスリング、シュタイゲ区間でフィルス川と平行に続き、路線番号は、 ドイツ鉄道では750である。列車がシュトットガルト中央駅から東北へ向かうと、すぐ、ビルツブルグ人面方面の鉄路が分岐する。その後列車はネッカー側の橋梁を渡り、バートカンシュタット駅に至る。そこからレムス線、ムル線は一緒に分岐する。エスバーン観光線は、 メルセデスベンツのバートカンシュタット工場の左を回ってシュスター線と合流する。ネッカー公園駅の南に急行線は観光線と X 字型に交差し、両線路は南側に、メティンゲン駅までネッカー側及び国道10号線と平行に続く。列車は南東に向かい、エスリンゲンを経由し、プロヒンゲン駅に至る。プロヒンゲン車両基地には、 S, S 番列車だけではなく425系、426系の電車も整備されている。臨時区損傷のバイディーゼル動車も回収されて、燃料もそこで供給される。プロヒンゲンからネッカーアルプ線が分岐し、列車は東に向かいフィルス川に沿って走行する。この路線は、エバースバッハ、フィルス、ウーヒンゲンを通過し、ゴエピンゲンに至る。ゴエピンゲン駅では、 ゴーヘンシュタウフェン線とフォアールプ線が分岐していた。ゴエピンゲン・ガイスリンゲン区間の勾配は11、パーミルまで上がる。重線駅からこの路線は再び南東側に曲がり、ラウターアタニ線は1995年までこの路線から分岐した。列車はガイスリンゲン西駅までフィルス側に沿って走る。その駅からこの路線は大きい急曲線でガイスリンゲン市を周回してガイスリンゲン。 死体遺駅に至る。途中で、旧、テレス線がこの路線の下を横切って、連結線も存在した。列車は、ガイスリンゲン・アムシュテッテン区間で22.5、パーミルの上り坂を上がる。線路の左側には、建設責任者だったミヒアエル・クノル、マイケル・ノール、1805から1852の記念塔が見える。ガイスリンゲンには、 貨物列車と思い旅客列車を後ろで押すために、電気機関車が待機している。アムシテッテン駅には右側に、狂気のアムシテッテン来品源線が、左側に、ゲルシュテッテン方面の地方鉄道が分岐している。列車は、バイマーシテッテンまで曲線が多い区間を通過して、南に進む。この路線はアウトバーン8号線の下を横切って、ウルム市内へ続く。 列車は13パーミルの上り坂を降りると、ブレンツ線がこの路線に合流して、ウルム貨物駅向きの連結線が分岐する。ドナウタニ線はこの路線に合流すると、間もなく列車はウルム中央駅に着く。そのホビュルテンベルクナ部鉄道とアウクスブルクウルム線がこの路線を継承する。フィルス国線は最初は、東部鉄道の名で、ハイルブロンのネッカー側からシュトゥットガルトとウルムを経て、 ボーデン湖に至る鉄道路線の一部として建設された。ビュルテンベルク国王のビルヘルム一世は、鉄道建設が必要かどうか調べることを委任した。1834年委任の報告は、皇帝になって、レンムス川、コッヘル川、ブレンツ川を経るシュトットガルトウルム区間の経路、アーレン経由を提案した。一方、ウルム氏は1835年末、シュトットガルトからフィルス国を経て、 ウルムに至る区間と南部区間の鉄道建設を要求し始めた。1843年4月18日、ビュルテンベルク王立鉄道が設立されて、1845年10月22日、カンシュタット・ウンターとユルクハイム区間は最初に開通した。この路線は、同年11月まで、エスリンゲン、ネッカーまで延伸された。 1846年から1850年まで、全区間は4段階にかけて開通した。1850年6月28日初列車が、新しい、単線のビュルテンベルク東部鉄道の上を走った。この路線は、ガイスリングのぼり坂、ゲイスリンガースタイガーを通過するため、シュバーベンジュラ山脈を貫通する最初の路線になった。勾配は1。 44.5の比率で22パーミルに達する。1862年10月12日フィルス国線の伏線化は4年間の作業の末で完了した。1933年この路線の電化は完了した。以前には特別な機関車はガイスリンゲン西駅アムシュテッテン区間で列車がガイスリンゲンのボーリ坂を上がるのを補助した。1931年まで。 シュトットガルトエスリンゲン区間では、複々線で改良された。1940年10月6日、アイプタール駅が開業して、テレス線上の鉱山から来る列車を、ガイスリンゲン駅の周辺まで運行するだった。しかし1944年9月からその駅は、不要になって、1947年12月まで、創車場施設として使用された。 ネッカー川のローゼンシュタイン橋は第二次世界大戦の際に破壊されて復旧まで全ての列車はバートカンシュタット駅まで運行された。1960年頃エスリンゲンプロヒンゲン区間の通行量は1日あたり400編成に達して1963年その区間で複々線工事が始まった。急行線は時速 140km で 通勤列車用の観光船は 120km で設定され、同時に踏切は全部撤去された。1960年代中ガイスリンゲン論国間、及びバイマーシュテッテンウンターファールハイム区間の新線建設は考慮され、ガイスリンゲンの 8km トンネルは企画された。ドイツ連邦交通計画1985では、プロヒンゲンギュンツブルクの新設、改修工事は、 大い通行量のため含まれていた。この計画によれば、既存線路は低速運行のために改修されて、プロヒンゲン・ギュンツブルク区間は高速新線で建設される予定だった。この新線は、ガイスリンゲンのボリザカトウルムを迂回することになった。しかし1990年代初にこのプロジェクトは、ベンドリンゲン・ウルム高速線計画のために放棄された。 1992年この路線は、移動閉塞方式のサー・エルカ・逆、コンピューター・インタグレイテッド・レイル・ローディング、イハング・デア・ライスタンス・ファヒーグ・キット・イム・カーン・ネッツ、コンピュータ統合線路運営革新鉄道網の、性能向上を意味す、の設置対象と指定された。フィルス国線の改修プロジェクトの一環として、線路、分岐器、駅施設などが2004年から改良されている。 2005年から複合信号機システム KS シグネルシステムが段階的に導入されていた。一部駅では新型発射表も設置されている。2006年復活祭からプロヒンゲンの新しい電子式信号扱い所は運営され、既存のエスリンゲンプロヒンゲンエバースバフハウーヒンゲンの信号扱い所を置き換えている。この信号装置で オーバート・ユルクハイム・ファウルンナウ区間及び、ネッカーイコール、アルプ鉄道のプロヒンゲン・ベンドリンゲン区間の運転整理が可能になった。ウーヒンゲン駅では追い越し用側線と基存駅舎は撤去され、連結線だけが残っている。2006年末と2007年初に、新しいコンテナー貨物駅とバイマーシッ鉄店方面の連結線は、ウルム中央駅とバイマーシッ鉄店駅の間に、 建設され、既存のノイウルムの貨物駅を置き換えることになった。2007年まで、ライヒエンバッハ駅には段ボール工場の連結線があったが、線路は放置されて、唯一の分岐器が撤去された。したがってその駅は2009年秋に無人駅として高騰された。2009年ロンコとウルシュプリンゲで、駅舎が撤去され、ウルム方面の乗降場と車音兵器が改めて設置された。 シュトットガルトガイスリンゲン区間は、シュトットガルト運輸連合、バーキアーズ、ウンタラフバーバンドシュトットガルト、VVS2、エバースバッハガイスリンゲン区間は、フィルス地方運送連合、フィルズランドモービラテイツバーバンドに管轄されている。ガイスリンゲン西ウルム区間では、ドナウイコールイラー運輸連合社、ドーナウイラーナバーキスバーバンド GMBH、ディングの料金システムが適用されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。